書2章11節291ページ一つ前の聖書型は266か7です。ロマ書2章11節神にはエコヒギなどはないからです。天皇様、御言葉を通して語ってください。イエス様にやっておりいたします。アメン。おはようございます。今日は9月11日ですけれども、神様は今日も豊かな祝福を用意しておられることをありがとうございます。そしてあなたも私も共にそれを受けられることを感謝します。神にはエコヒギなどはないからです。もちろんこれ文脈で読まないといけないんですけれども、神様には私たちはエコヒギはされない。どの人も同じように愛しておられ、どの人も同じように祝福しようとされるんですけれども、ただ、間違えちゃいけないのは平等ってよく言われますけど、ちょっと言葉は意味が違って、区別と差別は違って、差別はしませんが区別はされます。男性と女性は違いますし、どんなに頑張っても男性は子供もいませんし、男性と女性は基本的には男性の方が体力的には強い、個人差はありますけどもね基本的には。でだからそれからあと、それ以外にも一人一人によって個性があって違うので、そういう意味では区別は明確にありますし、A さんにとって良いことは B さんにとっては良いとは限らないので、そういう意味では神様は一人一人違うように対応されますから、それは間違いないください。ただエコヒギがないということは、神の愛は同じようにどの人も注がれていて、神様はどの人にも同じように祭典を行いたいと思っているわけです。ですからいろんな証しを聞くときに素晴らしいと思って、そしてじゃあ私にも神様は必ず同じように祭典をなし答えてくださるということを期待して求めることが大切なんですね。でもサタンというのは確かにいて、他の祝福を聞き入れると素晴らしいなと思う一方で、でも自分にはそれがない、あるいは自分にはそんなのは無理だなと思わせる力というのは必ず働くんですね。ですごく否定的に考える人というのは、なんか、自分はそういうことは、自分はこういうふうにやってるから、自分はあれほど祈ってないから、自分はそんなにされてないから、自分は今こんなんだから、自分はそうはいかないなっていうふうに思うわけですね。これは明らかに間違っています。私の祝福の土台はどこにあるかというと、十字架にあります。私たちの何かでは 100% ありません。もちろん個人差はあって、10時間祈る人と1時間祈る人、1時間祈る人と3分祈る人の差はあるでしょう。でより多く祈る方がやっぱりいいと思います。しかしたくさん祈るから神に応えられるのが中心ではないですね。まあ、たくさん祈らなくていいと言ってるんじゃないですかね、ご安心ください。でも祈りが聞かれる基本の根本的な場合は何かというと、十字架があるからなんですね。私たちがその十字架にすがって本当に祈るなら、まあ分かりやすいから時間で言いますよ、3分しか祈らなくても、ね、1時間祈った人と同じだけの祝福を得ることができるわけですね。分かりますかね。だからたくさん祈らなくていいと言ってはないではないので、誤解しないくださいね。やっぱりたくさん祈ることによって、3分で分からなかったことは1時間祈ることによって初めて見えてくること、開かれてくること確かにあるからね。それはある事実なんですが、しかし祈りが聞かれることの土台はそこじゃないと言ってるんですね。十字架があるからなんです。だからその十字架の恵みにしっかりと立って神に求め、神にすがる。他の人たちの祝福を聞いた時に、あ、私も同じように愛してくださって祭壇をなそうしてくださる神様、私も同じようにこの私にとっての祭壇をもっと豊かに与えてくださいって祈るべきなんですね。で昨日も言いましたけども、十字研究をしているならば、天の窓を開いてあふれるほどに、祝福してくださるかどうか試してみようと書いてあるんですね。で天の窓を開いてあふれるほどに祝福されていたら、もっと祝福されていいんじゃないんですかね。天の窓が開かれてあふれるほどに祝福されているようにちょっと見えにくいところがあるんですけどもいや実は祝福されてるんだけども、あなたに見えないのはあなたの方の目が霞んでるんですよって、言えるならいいですよ。だってもっと祝福されてるならもうちょっと赤上献金の額が増えると思うんですけどもっと祝福されてるなら、あふれるほど祝福されてるならもうちょっと改善に行ってもいいんだと思うんですけど、
もっと祝福されるべきだと思うんですね。それは他の人の話を聞いたときに、一つはじゃあ私ももっと祝福されていいんだなと思って求めるとか、あるいは願うとかですね、でも自分のことはもうどうでもいいんだっていう人は、じゃあもっと他の人々が救われ癒され祝福することを願うとか、それをねもっとしてほしいですね。で「あなた方が受けることによって神が栄光を受けになるからです」っていうふうに書いてあるんですね。だから神様の栄光は私たちを通して表されるわけだから、私たちが神になってもっと祝福されることは神の栄光になるわけですね。で別に物質的なものに限りません。私はそういうことは求めないっていう人はいるとしたら、今度じゃあもっと輝いてください、もっと輝いてください、待っただけでこっちまで嬉しくなるように、ね、化粧しないのは自由ですけど、化粧してる人よりもっとこう綺麗になってください。綺麗っていうのはその見てきなきゃいけないって、こう見てるだけでこっちまでなんかこう喜びが溢れてしまうぐらい、こう喜びが溢れてくるならいいんですけども、なんか疲れたなーってね、なんか今にも倒れそうだなーってね、なんかよほど過酷な方してんだなって、そういう風になるなら検診はちょっとやめとこうかなーってね。もしそうだとしたら、あなたはキリストの横ではなくてつまずきを与えてるんですよ、ね。もっともっと神に祝福されてほしいんですね。霊的な側面を祝福されたら実際的な側面を祝福されます。で、それはね、どうしてかってね、求めてないからだと思うんですよ。エコひいきはないんだから、もっと大胆に求めてほしい。霊的な面も実際的な面もね。真剣に求めていくといろいろ語られてきますから、その語られることをちゃんと自分がいいと思うことをやるとかじゃなくて、本当に神との生きた交わりを持って、その神様のおっしゃることを聞いて応答していってほしいんですね。そしたらある方はこうだから方向を変えられる人いっぱいいると思います。で本当に神の声を聞くっていうよりも自分がいいと思うことをやっている人が多いような気がするんですね。で、一生懸命奉仕はしてるんだけど、しっかり神の前に座って祈って聞いてない、あるいは本当に自分を求めてない、求めることすらなくなって何を求めてるか分かってない人いるんじゃないですか。止まることです。そして祈ることです。神と交わることですね。本当に神様から願いをもらってください。願いがないっていうのは神と交わりをしてないってことです。本当に願いを求めて、神があなたに願ってほしいと思っていることは絶対あるはずだから、それを本当に死に求めてください。そしてそれを答えられたら、あなただけじゃなくて多くの人にとって祝福のない希望となります。で、もっともっと証が増えてくることを、私も含めてね、私だけ証ないわけじゃないんですけども、それがね、増えていくことをね、ぜひね、いただきたいというふうに思います。神にはエコ引きはありません。もっとたくさん祝福を受けて、他の人から妬まれるほどに、羨ましがれるほどに祝福されてほしい。でその時に、いや、あなたにだって神を与えてくださるんですよって、神にはエコ引きはないんですからって、そういう人にですね、なっていただきたいというふうに思います。今日もイエス・キリストがあなたと私を天の窓を開いて溢れるほどに祝福してくださいます。その祝福を共に溢れるほどに受けていきたいと思います。天の父様、御言葉をありがとうございます。エゴ引きのないあなたが私たち一人一人に、その人にユニークな溢れるほどの祝福を霊的にも実際的にも経済的にも用意してくださっていることを感謝します。それを共に受けられることをありがとうございます。イエス様にお願いいたします。アメン。